イサクアは、アメリカ合衆国ワシントン州キング郡の都市である。2010年国勢調査によると、人口は3万434人である。北緯47度32分8秒、成形122度2分36秒に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、総面積21.9平方キロメートルである。このうち21.8平方キロメートルが陸地であり、 0.1平方キロメートルが水地である。2000年の国勢調査では人口11,212人4,840世帯2,908家族が暮らしている。人口密度は514.1平方キロメートルである。238.2平方キロメートルの平均的な密度に5,195件の住宅が建っている。 この都市の人種的な構成は、白人87.95%、アフリカンアメリカン0.88%、ネイティブアメリカン0.63%、アジア6.04%、太平洋諸島系0.11%、その他の人種1.46%、根結2.93%である。この人口の4.95%はヒスパニック、またはラテン系である。 全世帯のうち18歳未満の子供と同居している世帯が9.5%、夫婦のみの世帯が47.3%、未婚女性の世帯が9.6%であり、39.9%は家族を持たない。個人名義の世帯主が31.0%、そのうち65歳以上が7.8%である。世帯ごとの平均人数は2.27人。 家族ごとの平均人数は2.87人である。18歳未満の未成年が22.2%、18歳以上24歳以下が7.3%、25歳以上44歳以下が36.5%、45歳以上64歳以下が24.0%、65歳以上が10.0%、平均年齢は37歳である。 女性100人に対して男性は91.9人である。18歳以上の女性100人に対して男性は88.1人である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は 57,892US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 77,274US ドルである。男性は 55,049US ドルに対して、 女性は 36,670US ドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は 34,222US ドルである。人口の3.24%及び家族の4.8%の収入は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の5.5%及び65歳以上の4.7%は 貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。